逆に言うと、どんなに複雑で精密な技巧でも、プログラミングさえ可能になれば、思考不要な本能になります。状況はどう？ブロニーお姉ちゃん。今までの監視と同じです。成婚計画の組織は、ルランダルさんによって剥離され続けてますが、メインネットワークには何の変化もありません。つまり、今はまだ、中をハッキングして、期限のビーコンを使うタイミングじゃないってことよね。ええ。委員長たちは、ブローニャちゃんが、成婚計画のメインネットワークを監視してから、空間を再規格化している怪物たちが、セーフレイヤーに現れるようになったの。私たちがいつでも行動できるように、委員長は、キアナちゃんや、リス将さんと共に怪物と戦ってるわ。なるほど。その怪物たちに何か異常はありませんか？異常？ええ。例えば、数が一気に増えたり、もしくは一気に減少したりとか。そういった様子はないみたいだよ。わかりました。ブローニャたちが待っている反撃タイミングはまだですが、何か変化があり次第、ブローニャたちは、力をその中に投入しないといけません。じゃあ、私たちは少し休んだ方がいいんじゃない？あ、四季の律者さん。ブローニャお姉ちゃんとの連携はうまくいっていますか？当然だよ、私は。って、やめて。連携って何？私が指揮してるの。彼女と、それからあなたたちを。監視という行為から言えば、この組み合わせによる効果は予想よりもいいものでした。もちろんその分、疲労するという点も嘘ではありませんが。そんな小さな体で、キアナを見習って一日四食にハンバーガーを二つ追加した方がいいんじゃない？とにかく、ブローニャちゃんが処理装置で、四季の律者が駆動装置を担当するっていう組み合わせは、確かに、成婚計画を監視する能力を大幅に引き上げられるわね。アインシュタイン博士のおかげです。旋回一条が最大効率で動作している中、キアナの力を温存しなければならない時に、成婚計画の意識空間の特性を利用して、こんなにユニークな探査方法を考え出すなんて、博士は本当にすごいです。ただ、残念なことに、今のところはまだ成果がありません。こういう時は、デュランダルさんやテレサ学園長を信じて、待つしかないのかな。ネゲントロピー側に連絡した方がいいかしら。博士たちは今、終焉関連のものの準備をしてると思うけど。いえ、おそらく現状を変えることに対しては役に立たないでしょう。彼女たちの準備の邪魔をするより、委員長たちと担当を交換した方がいいかと思います。もしかしたら、結果から見ると、様子見と決めたブローニャと四季の律者が、戦機を見誤っていた可能性がありますから。はい？いえ、あなたのせいではありません。四季の律者は最強の実力者として中央に残り、実力を温存しながら本当のタイミングを待っていてください。ふん。いいでしょ。力仕事がしたいなら勝手にどうぞ。ゼーレ、メイ姉さん、行きませんか？体を動かして気分転換しましょう。ファイヤー。これは学園長とジークフリートさんが遭遇した巨樹の残骸ですね。実際接触してみて初めて分かりました。一部の面で他のタイプと真逆のあり方をしてるんですね。ふっふっえいやふっと
雷電のごとく早く。せっ！アナイアレーション執行します。重装ウサギ火力援護起動。ねえ、私たちちょっと遅かったかな。問題ありません。ちょうど体を動かそうと思っていたところです。ブローニャ、観測はもう終わったの？はい。ですが、聖魂計画は不変をもって万変に応ずることにしたようで、目標としてたほころびの観測はできませんでした。しかし偶然にも先ほどの戦いでふと気づきました。聖魂計画のメインネットワークにとって、星の目次という名前は作業場所のことではなく作業の結果なのかもしれないと。その話ちょっと理解しにくいな。すみません、表現を変えましょう。例えばブローニャたちが以前入ったあの小さな漁師の海のように、この怪物たちには不自然な痕跡があります。奴らは単なる虚数の造物ではなく、とある明確な作業のために作られた道具です。そしてメイ博士はこう言いました。聖魂計画の本質は世界の編纂。奴らがセーフレイヤーを攻撃し続けたことから見ると、その作業の具体的な性質も分かりやすいものだと思います。聖魂計画が空間の繰り込みをうまく終わらせられるようにサポートしてるってこと？はい。ですから奴らは虚数の造物というより聖魂計画の組版作業員といった方が適切かと。そしていわゆる星の目次はその組版作業員たちにとって自慢の傑作なんでしょう。なのでブローニャたちが別の作戦へと切り替えた場合、目次やメインネットワークを飛ばして直接奴らを生み出している存在を狙うしかありません。それはそうだけど、具体的にどうすればいいの？敵たちが送ってくれた資源をうまく利用すればいいんです。例えばブローニャたちが倒した弱い怪物たちは数だけで編纂を行えるわけじゃありません。奴らはあくまで針や糸なんです。そうなると本物の編纂者はブローニャたちが見た巨樹の残骸のような規則に影響を与えられる虚数の造物である可能性が高いでしょう。まさかプロメテウスがあの時に言ってた巨樹の残骸実存主義とかのこと？その可能性は高いと思います。ではそれを利用すれば、世界に繰り込みを行う能力が相手にある以上、デュランダルさんや学園長のようにその敵たちを利用することもできますよね。理論上は可能だと思います。ですがヨルムンガンドが奴らを操っている方法は終焉を避けて単独で成立するものではない可能性があります。それから役割分担の面から考えれば、起源のビーコンの使い方を探すことこそがブローニャたちの最優先課題です。そしてビーコンが現実世界で圏外状態になってしまうのなら、伝説の終焉の眉に近づけるしかないというのがテスラ博士の考えで、それが私たちが聖魂計画のほころびを探しハッキングしようとしている理由でもあるわね。私たちが触れられるものという基準から考えれば、聖魂計画は唯一終焉の眉と関係がある存在ですから。はい。話を戻すと、普遍を保つ聖魂計画のメカニズムを利用し怪物たちの上の存在を探すことで、そのシステムを聖魂計画のほころびにすることができるかもしれません。じゃあ私たちは何を準備すればいいの？今までの観測と大して変わりませんが、より焦点を定める必要があります。大丈夫です。そんなに難しいことではありませんから。
ょうど良いタイミングです。お願い、もう少しあなたたちのデータを収集することができそうですね。位置につきました。星の再現、空間定位開始。もう戻ったの？何？私がいないと何もできないのかな？ええ、ブローニャもその点に気づきました。やめて。あなたたちがごまをすると大体ろくなことがない。みんな揃っていますし、もう一度作戦計画を確認しましょう。このまま受け身の状態で、聖魂計画のメインネットワークのほころびを観測するより、観測能力を戦闘能力にし、それを一時的に引き裂く方がいいと思います。引き裂く？はい、全力を出せば意識の海で一時的に自分だけの空間を開拓することができます。安全にビーコンが本当のバックドアを探せるようにするんです。でもそうすると私たちの観測も気づかれるはずよ。しかしそれはあくまで一時的です。その隙にほころびを探すのが目的とはいえ、聖魂計画が反撃してきた場合、相手が全力でこちらを狙えば、デュランダルさんたちの状況とは違い、律者であるブローニャたちは受け身の状態になる可能性が高いと思います。その瞬間をなるべく先延ばしできるようにしますが、その前にメイ姉さん、バックドアを見つけたとしても、それから何かを発見したとしても、必ず撤退のタイミングを見極めて比較的安定しているセーフレイヤーに戻ってください。それって、聖魂計画が反応した場合、私はもう一度飲み込まれるかもしれないってこと？はい。それと、前と同じように、限界まで聖魂計画の解析を行うためには、精神面で四季の律者のサポートも必要です。ふん。そしてメイ姉さんは、ブローニャと共に聖魂計画の深部に侵入しますので、準備をしておいてください。ビーコンに変化があり次第、一気に本当のバックドアを見つけ出し、中にある力を掘り出しましょう。ええ。そしてキアナは、空の律者の権能で、これから引き裂く意識空間を一時的に閉ざしてください。最も安全な撤退ルートのみを確保するんです。これでもう少し時間稼ぎができるはずです。行動がバレるリスクを減らして、聖魂計画の反撃を遅らせることができると思います。任せて。でも、本当にもう少し準備しなくていいの？あまりにも急で。大丈夫です。断りの律者は、触れたばかりの物事に対して、独自の記憶力を有しています。他の準備作業より、それをうまく利用することの方が大切です。虚数の造物のロジックを復刻させることで、ブローニャはみんなのために、世界を再定義します。なるほど、これが聖魂計画が作った世界ですね。聖魂計画、所詮この程度。
星の目次。やはりこういう雰囲気なんですね。と言うべきでしょうか。ブローニャちゃん、今は全てが正常だって思ってもいいかしら。もちろんです。ただ少し力を出しすぎたせいか、相手の中枢に近い場所にいます。戦いの準備をした方がいい。そういうことね。はい。でもここまで来たのにメイ姉さんのビーコンは反応なしのままのようですね。ええ、だから力を出しすぎというより、むしろあと一歩足りないってところかしら。じゃあメイ先輩にはやっぱり最高のパートナーが必要だよね。キアナちゃん？ちょっとしたサプライズかな。私が一緒に行動することで最も安全な撤退ルートが出来上がるんだよ。そうすれば空間の道をより狭くできるし、万が一予想外のことがあっても私があらかじめ空の律者の全力を出せば全て解決できるから。でも全体的に考えればキアナはこの段階で全力を出さない方がいいと思います。それはブローニャ次第かな。さて、じゃれ合いもここまでにしましょう。さっきも言ったようにこの悪戦はすでに一触即発の状態よ。みんな準備しておいてください。世界の目次を編纂するならプロメテウスですら対応が難しい存在もこの近くにいるかもしれません。武装再構築。これって前哨戦ってことかしら。相手は少し恥ずかしがってるみたいだね。反応検索一掃します。来ます。星の再現、空間再駆することになるかもしれません。デフォルトモジュール起動。なるべく敵を消滅させず無力化しましょう。起動状態確認。真理の名をもって過去を超えます。安全装置解除します。反応検索。火力連携構築。安全装置解除します。真理の名をもって過去を超えます。はい、審判の時は来た。やりすぎたかな。いえ、解析結果によると戦闘は始まったばかりです。アナイアレーション執行します。エネルギー解放。起動状態確認。安全装置解除します。真理の名をもって過去を超えます。反応検索一掃します。起動状態確認。火力連携構築。エネルギー解放。全エリア放火。反応検索一掃します。リチャージ。ワン、ツー、ファイヤー。予備エネルギー起動。ブローネちゃん、状況はどうなの。射撃します。いや、今までの敵よりも構造が複雑ですからもう少し時間が必要です。安全装置
解除します。アサルト火力維持。いや、いや、戦術変更。まずい、任せたよブローニャ。問題ありません。コンプレートリープリペアード。起動状態確認。安全装置解除します。予備エネルギー起動。反応検索。コンプレートリープリペ。星が砕け散る様を見たことはありますか。エネルギー解放。全エリア放火。起動状態確認。反応検索。一掃します。エネルギー解放。全エリア放火。いや、コンプレートリープリペアード。真理の名をもって過去を超えます。座標を確認しました。指示を受信しました。反応検索解析完了。キアナ、メイ姉さん、着地の準備をしてください。ブローニャがとどめを刺します。予備エネルギー起動。そのセリフを待ってたよ。指示を受信しました。星が砕け散る様を見たことはありますか。コンプレートリープリペアード。これで終わったのかな。はい、今までの造物と同じようにしばらく敵の性質を利用できるようになりました。ですが、ブローニャたちが予想してたよりも厄介なことになっているかもしれません。どうしたの？厳密に言うと、こいつは量子の鍵に類似した結合のメカニズムを持っています。そのせいで、断りの律者はその一つの瞬間しか模倣できません。つまり、これ以上深入りすると、メイ姉さんは一方通行の道に入ることになります。待てブローニャ、その場合メイ先輩はどうやってここに戻るの？ここには戻れません。バックドアが完全な未知数であることを考慮すると、今回キアナのお父さんを助けた時の行動をもう一度行う必要があるかもしれません。もしくは最悪の場合、リュランダルさんと学園長が世界の奪還の途中でメイ姉さんの行方を偶然発見するのを待つしかないかもしれません。とにかく、ブローニャも解析が完了した後にそれを知りました。ブローニャたちが手に入れることができるのは、絶対に安全な時間ではなく、バックドアに出入りする時間のみです。メイ先輩は？どう思う？私は、これは私の責任というより、使命だと思うの。英傑の刻印を受け継いだ私にとって、今回の目的は、権能に触れることだけじゃない。それに、私は、キアナちゃんのことを信じてるし、ブローニャちゃんのことも信じてる。今まで私たちと共に苦難を経験してきた、みんなのこともね。どんな時も、どこにいても。始めましょう、ブローニャちゃん。いつでも始められますが、メイ姉さん、チャンスは一度だけです。ブローニャが始めた後、唯一のハッキングタイミングを見つけてください。でないと、すべてがやり直しになります。もっと悪いことも起こるかもしれません。わかったわ。すべてが、役に立つといいけど。キアナちゃん、ブローニャちゃん、あとは頼んだわね。うん、任せて。では、
プロメテウスが話してた対応が難しいとはこういう意味だったんですね。なんとかなりそう。そうだね。こっちの状況から考えれば、メイ先輩、あまり時間を顔かけすぎないでね。最善を尽くすわ。いってらっしゃい。始めましょう。一瞬の出来事だと思いますが、ブローニャにはできるはずです。メイ姉さん、今です。ありがとう。エリシア。コンプレイトリープリペアード。